先生です。本日は最強の革命家西野亮廣さんの名前を綺麗に書けるまで雑談してまいりたいと思います。お願いします。本日かな、多分この動画が出る頃がクリスマスなんですけども、煙突町のプペル劇場版がですね公開ということで、西野さんの名前を書こうという動画になっております。今西野さんのこと好きなんですけど、はっきり言いますけど、昔は大嫌いでした。だからちゃんと伝えないとすごい誤解を招くなと思って今日心して録画してるんですけれども、一番最初、それこそ10年ぐらい前ですかね、なんか知らないけど西野が嫌いみたいなあの時期あったじゃないですか。で、人の嫌いなものをなんかそのまんま私も嫌いって言えてしまってた、ちょっと残念な感じだったんですね。で、しばらく西野さんのことを意識しないまま大人になって、シルクハットっていう吉本がやっているサイトがありまして、なんかそこの雰囲気がすごい好きだったので、そこでクラウドファンディングやったんですけど、後で知ったんですが、このシルクハットを発案したのが西野さんだったんですね。自分の無条件に嫌っていた西野っていう人間と、その人が発案したサービスとの間にすごいギャップが生まれてて、この人そういうことを思いついたり発案したりするような、なんかクリエイティブな人なんだっていうのを、その頃になってやっと知ったんですね。はい。西っていう字、ほんとバランス難しいんですけど、やっとできました。解説します。これ曲がってるとこありますよね。パイみたいになってるところ。ここの長さが、だいたい揃うと美しく見える気がします。長すぎたり、短すぎたりしないように気をつけるといいかなと思います。はい、これ綺麗に描けるまで終わりませんので、よろしくお願いします。で、教員になってから、西野さんのことをまだ嫌いだなって思ってた頃、プペルの本を子供たちに読んだことがあって、その時も変わったことをしてるなっていうくらいの認識だったんですけど、絵本の全ページをネットに無料で公開したりとかね、今までの常識だと絶対にアウトなんだけど、そこを非常識で塗り替えていくっていうスタイルが本当に革命家だなと、何も知らなかった時間がもったいないなと今になっては思いますね。西野さんののです。左の里という字をちっちゃめに書いて、田んぼの田をしっかり斜めにすると上手に書けます。で、私は低学年の担任をねしてたんですけども、その時にプペルの読み聞かせをね何回かしたかな。それで結構ちっちゃい子にも分かりやすい話だし、絵も美しいっていうのもあってね、また読んで先生っていうのですごい言われてたんで、リクエストにお答えして何回か読んだことがあるんですけども、で、他の学年になんか読み聞かせをしに行く機会があって、低学年以外にはどうなんだろうって思って読み聞かせしたことあるんですけど、3、4年生でもすごいハマってて、で、5年生でもね、静かな感動を読んでました。黙って最後まで聞いてくれましたね。はい、西野亮廣さんの秋という字です。カタカナのわーみたいなところと、払いと羽、これの長さを揃えてあげるとかっこいいです。上の鍋蓋と口はちっちゃめにしてあげて、隙間を揃えると美しくなると思います。今日西野さんへの懺悔のコーナーみたいになってるんですけど、もったいなかったなっていうか、今は絵本とか、プペル以外の本も何冊か、読んだことがあるんですけども、そういう企画力とか感性をもっともっと昔から知っておけば、自分の進路選択がもっと幅広くなったのになーって今はすごい後悔してますね。だからなんか無条件に嫌いって思うのってすごい損なんだなというか、知りもしないのにアンチっていうのは人生をドブに捨ててるなーみたいな、そういう風に繋がっていくんだなーってのはなんか実感したので、本日公開だと思いますので映画ね見に行ってみようと思います。はい、じゃあ最後の字です。秋広さんのひろ。はい、本日は西野亮廣さんの字を綺麗に書けるまでお話ししてまいりました。皆さんも何か無条件に嫌いだなとか思ってるものがあったら、とりあえず見てみたりやってみたりしてみると、ああ、あの時知っといてよかったなって思えるようになるんじゃないかなと思うんで、過去の動画の方にもコメントをいただいておりましてありがとうございます。できるだけ全てのコメントには返信していこうと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは本日の動画は以上です。ありがとうございました。メリークリスマス。